お花紙を使って立体的な水仙の花を作ってみました。20センチぐらいに切ったワイヤーを半分に折ります。お花紙は白2枚、黄色1枚を重ねて4つに切ります。これで花4つ分です。谷折りが3つできる屏風折りにします。こんな風な型紙を作っておくと簡単に折ることができます。屏風折りができたら、それをさらに半分に折ります。これを花びらの形になるように、このように切ります。つないで切ってしまうとバラバラになりますので、一度ここで切り落として、少し離れたところからまた切ってください。切り込みを入れたところにワイヤーをかけます。ぎゅーっと引っ張って、そしてねじます。今度はお花紙を細く裂いたものをワイヤーに巻きつけて、実になる部分を作ります。花から3、4センチ離れたところに巻きつけていきます。最後は水のりかセロテープで仮止めしてください。この上からフローラテープを巻いていきます。少し引っ張ってから花の根元から巻いていきます。キュッと引っ張って上に寄せると巻き始めがきれいになります。膨らんでいる部分は間が空かないように丁寧に巻いていきましょう。ここまでできたら折り山を潰しながら花を開いていきます。内側の黄色いお花紙だけそっと引っ張り出します。根元までしっかり引っ張り出してください。全部引っ張り出したら黄色いお花紙をひとまとめにして先の部分を切り揃えます。で、真ん中を押さえて形を整えましょう。先ほど作った実になる部分の少し上で折り曲げて花の形を整えます。
つぼみも作りましょう。花と同じように白いお花紙を屏風折りにします。真ん中の部分だけ切り込みを入れてワイヤーをかけます。実になる部分は作らず、そのままフローラテープを巻きます。お花紙を開いたら真ん中の部分を少し切り落として、ちょっと先の部分を細くしておきましょう。水のりをつけます。このあたりに丸くつけて、つぼみの形にしたらキュッと強く引っ張ります。のりをつけた部分でちぎれますので、形を整えてつぼみの出来上がりです。茎にはチラシで作った棒を使います。柔らかくなっているあたりで折り返してセロテープで留めます。反対側は柔らかくなっているあたりで切り落とします。ストローのように中に穴が開いています。花とつぼみをバランスよくまとめて、根元をフローラテープで巻きます。これを先ほどのチラシの棒の穴の中に差し込みます。花の付け根の薄い皮も作ります。ハサミの先をお花紙に当てて引っ張ると、こんな風に三角に破り取ることができます。ここでは薄だいだい色を使っていますが、白でも構いません。これを先ほど作った花の根元に水のりで貼り付けます。この上からフローラテープを巻いていきます。根元まで巻いたら花の出来上がりです。葉っぱは緑色の画用紙を細く切り、真ん中で折ったものをねじって作りました。右巻きと左巻きの両方を作りましょう。これを先ほどの花と組み合わせて、根元をフローラテープで巻けば出来上がりです。チラシの棒を使わず、ワイヤーを長くしてまとめても作ることができます。花の数は2輪から3輪が作りやすかったです。葉っぱは飾るときに後から添えても構いません。